てる。皆さんこんにちは。今回は中国限定で公開された77の誕生日イベントの紹介。ちなみに使用許可はリスナーの方が取ってきてくれたので、相違があった場合は本人様お越しください。ということで、いかがだったでしょうか。日本にもこういうイベントが来るといいですね。それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。一応これ中国サバで厳選してないと、参加すらできません。ご視聴ありがとうございました。